小泉の子に小泉の泉で小泉です。この人物を漢字だけで表現してください。小泉進次郎。次の元号を小泉に。この米ライスみたいな味がしますね。さあ始めよう。スタートへ。強風が強いですね。へいシリ、Google でヤフー検索の方法を調べたいんだ。おばあさんに席を譲ろうとしたら、あんたは議席を譲りなさいよと言われた。好きなものが好きなんです。このカードが場に出された時、手札のカードが1枚減っている。どのように。どのようにと聞かれたのであれば、私がどのようにするのかを答える必要があるということです。ちょっとお題になってきます。1回で伝わるのかな。泣かぬなら泣かない種類のホトトギス。ひろゆき VS 小泉進次郎。それってあなたの感想ですよね。感想というよりは私の感じたことですね。嘘つくのをやめてもらっていいですか。嘘をついていません。作り話をしてるんです。いやーみんな、俺だ。俺はコラしてる。嫁はクリしてる。それじゃ。とてもブラックな黒ですね。目覚めたということは意識があるということですね。肉か肉か、もしくはお肉ですね。誕生日にバースデーケーキなんて1年ぶりくらいですね。あ、これレジ袋にしてもらえますか。シングルはいつも一つ。小泉進次郎。鬼滅の進次郎にありがちなこと。息の呼吸、形の型、刃切り。この国を日本一に。すごい、生きてるみたいですね。この愛妻弁当、誰に作ってもらったと思う。節分なんて1年ぶりですね。このトースト、パンの味がしますね。いいですよね、朝食ってブレックファーストって感じで。このマイボトル、私のなんです。犯罪者のほとんどが犯罪を犯しています。赤ちゃんみたいなベイビーですね。思い出しました、昔のことを。忘れてる時って不思議と覚えてないんですよね。これが PC ですか。うちのパソコンに似てますね。これあれですね、緑色のスイカですね。声をボイスに。全体の 90% が9割、生まれた時から兄弟なんですよ。パソコンが使えるなんて PC も使えそうですね。ヒロインの花、幼なじみのカンタ、片思いの奏、教師のティーチャー。つまり新一くんはコナンくんなんです。不思議なことにみんな同い年なんですって。え、小泉ですか。私は進次郎ですが、君たちは僕以外だ。いやーみんな、俺だ。こいつは小泉。何を言ってるかわからない。俺はなんで生きてるかわからない。それじゃ、第1話。犯人は犯罪を犯しています。